皆さんこんにちは。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日は皆さんにぜひともお知らせしたいことがありまして、メッセージさせていただきます。皆さんは大西勇さんという方をご存知でしょうか？私も Facebook でですね、いろいろと大西さんのことについて書いていますので、ご存知の方も多いと思います。大西さんはですね、このDVD 120億集めた男、人脈作りの極意とはっていうね、この講演の DVD なんですが、これがですね、非常に今、うちの会社で売れ筋の商品になっています。実際、大西さんは120億円を集めました。そして、新潟工科大学ですね、それを設立した影の立役者と言ってもいいでしょう。新潟県内の数々のですね、企業経営者からお金をですね集めまして、さらには新潟県まで動かしたという方です。さらに日刊雇用新聞の新潟支社のですね支局長を務めておりまして、5000人ですよ、なんと5000人の経営者を取材しております。そして先日ですね、この大西リポートの第8巻ですね、これを出版されました。もうかれこれで20年近く、これ2年に1回ぐらいかな、出してますので、15億円になるんでしょうかね、定期的に出しています。この中にはですね、新潟の、著名な経営者のですね、本音だったりとか、こうやったら経営がうまくいったとか、はたまたですね、逆のケースもあるわけですね。こうやったらちょっと失敗した、社員にそっぽを向かれてしまったなどの話もあります。これを出版した、されたばかりなんですね。そこで、6月の28日金曜日なんですけども、この大西さんをですねお迎えしまして、この経営のピンチをどう乗り切るかというですね、講演を開催することになりました。講演の中身をねちょっと紹介いたしますと、例えばこういうことですね。売上が半減になった経営者、さてどんな手を打ったでしょう。社員がさっぱり言うことを聞かない会社、さてこの会社の経営者はどんな手を打ったのか。はたまた倒産した会社を再建した、さてどうやって再建したのかというようなですね、新潟県内の中小企業の事例をもとに経営のピンチをどう乗り切ったらいいのかっていう話をですね、講演していただきます。もちろんこの中にはですね、大ヒット講演のねくたばれ新潟病っていうのが大西さんのコンテンツであります。その話もですね少ししていただこうと思ってます。6月28日金曜日午後6時から会場がクロスパル新潟の302号室になります。ぜひですね、この機会に大西さんの、なんて言いますかね、5000人の経営者を経営したその事例の中からですね、役立つ、今の時代だから役立つ事例をですねピックアップしていただいて、講演していただきます。お申し込みはですね、Facebook のですねイベントの参加ボタンを押してもらえば結構です。私に会った人はですね、私直接言っていただいても構いません。ぜひ、皆さん、6月28日会場でお会いいたしましょう。